来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面者、できないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗くんじゃないって言ったろ。あんたいい度胸だね。ちょっと引っ越よ。覗くんじゃないって言ったろ。